ポケモンセンターのお姉さん、かわいいわ。あ、じゃあ、しゃしゃ。ポケモンリーグです。イエーイ。お前とはせんのかい。こっち行ってねえでしょ。行ってみよう。うわ、あれ、あ、壁か。うわ、ここ広大な土地。豊かな森。そびえ立つ山。のさばる俺。あ、パッチラコン。え、ちょ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 、え、パッチラコン、パッチラコン。おいおいおい、そこ行ったらさ、俺できねえんだって。飛べる？お前無理だよね。お前無理だよね。そうだよね。無理だ、無理そうな見た目してるもんね。してた。お前には取れるやついけるの知ってねえんだ。これ投げるコツがむずすぎんか。これがむずすぎんか。お前と戦っていけるか。あれ、どうやって叩けばいい。おいでやーい、おいでやーい。俺お前と戦いたいんだって。あ、これスライディング？違ったね。もうやっちゃった。もうやっちゃった。もうやっちゃったから。タラローや。なんか歩いとる。お前かい。こいつら倒すか。学生の賞、マジか。同級生、タイプ相性良いの。山田じゃないからいいの。うん、うん、俺一番。イエス。草すごいね、透明になってるし。はい、学生、金持ち。いや、金だよ、金。ああ、220が仕切ってんね。ヤンキーや、合法ヤンキーや。何合法ヤンキーって、ワードエグすぎん。いける？ここ。あ、開け凱旋門。山、海っつって。合言葉いる？おい、一人。坂道のトレーナーたちと戦ってポケモン成長したんじゃない？どれぐらい強くなったか勝負して確かめてみよう。よかろう。持つべきものは友達か。身のリアル勝負しようじゃないか。めっちゃ離れるね。しかもその門の前でやるならちょっと迷惑じゃないかな。他の人に配慮しましょう。なんちゅうからの伝言。ポケモン勝負をするときは周りの人の迷惑にならないようにしようね。2匹で行かせてもらう。よかろう。ゴジラ6匹で行かせてもらおう。続いてじゃん。ああ、なるほど。連勝、なかなか。叩いてかぶって続いてまあ、叩いてかぶって続いてまあ、叩いてかぶって続いてまあ、叩いてかぶって続いてまあ。ダメージがかかっていきますよ。これでとどめだで、叩いてかぶってじゃんけんツノポン。なんだと、ハトムネ。うふ、特性理解せえ。急所の筒がこ、急所なんてやるじゃん、狙っても当たらないのに。そうだね、グレグレ。あ、マグレ、グレマグレのグレね。取り守っていく。パポ。じゃあ俺吉岡いるけど。
電気無効化のパーも思った以上に押されてる。やっぱり一人いいね。いいねいいねって言いたいけど多分伝わらんねんな。泣いてとっておき。お嘘だろお前。あっ、うわ、やりやがったこいつ。パモにテラサルすな。あっ、すげえ、エジソンデラサルだ。やば。でも俺無効化できます。はい、ポケモンを照らされタイプの威力をもっと高めるんだ。でもその威力高めた技聞けません。ごめんちゃい。吉岡無敵だから。さあ引っかきまくろ。地面技持ってねえんだ。永久症だから電気効かねえんだ。ごめん、面白くない勝負にしちゃった。引っかきまくる吉岡 VS 効果ない技を振りまくるパモ。何この対面。やばい、でもまひったからワンチャンデンくなる。あ、素早さ下がるからね。大丈夫か。いける。学べねえ。もうわかる、テラスタルして使いたいのはわかるけど相手が悪いって。地面強いから持ってきちゃった。ごめんごめんって。俺やっちゃった。おーよしおか、ビリビリのよしおか。ごめんって。おーよしおか、やばい。一回ビリ出したらもう連続ビリやから勘弁して。よし、オッケー。あと一回か。もう気合でいけよしおか。キャラ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 。先輩から540円もらっていくぜ。すごい、テラスタル相手にそのままで勝っちゃうなんて。まあタイプで勝ちました。味なし。あ、そうだ、一人はまだ使えないんだ。そうだよ、後でなんとかしてあげる。なんとか。強いから忘れがちだけどポケモン始めたばっかりなんだよね。イエス、元気のおかげでプレゼントありがてえ。開けごまっつって。これ超立派テーブルシティ。街の中は坂とか階段多いから一休みして追いかけるね。へえ、でこれ行けちゃう。え、何ラスボスの手前。マジ8の1みたいな感じやん。おテーブルシティ、広。これやば。てかもう学園とさ、もうその町一緒になってる。やば。エレベーね、これ。追いついた、やっと着いたね。やっと着いた。ここはテーブルシティ。パルティア地方最大の都市。都市と学園一緒ってやばいな。昔から交易が盛んで、新しい技術や知識を求めて、たくさんの人たちがやってくる。プレゼント置いてるぜ。はぁ、髪型を失える病室で、お総裁の話に迫る。ありがとう。ホリエモン、満足です。一人は何が気になる？美容室。おしゃれさんだね。それともポケモン勝負で邪魔にならない髪型に。いや、おしゃれさんです。勝負といえば一人にもテラスタル使えてほしいんだった。ちょっと手続きが必要だから代わりにやってくる。あざす。頭あかんねえす兄貴。あざす。その間一人は街を見て回ったらいいよ。楽しいよ。
制服アレンジできるブティックやレストランもあるから行ってみて。あ、まあ、ブティックを舐め回します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 。私のおすすめはポケモンに持たせて便利な道具を売ってるデリバードポーチ。え、すげえ、何それ。一通り見終わったら学校の前に集合。階段すごいから覚悟してね。ほんまや、階段えぐ、階段えぐ。え、何、腰破壊機、ここ腰破壊都市な。えぐ。え、ちょっとブティックみたいな、ちょっとプレゼントくれん。え、ちょっとお前ら、俺のプレゼント、間違ったはい、勘違いお化け。どこに何あんの、案内して。ブティック寄りたいな。ここ何入れそう。当店はくつろぎの間、喫茶室なぎさ。すげえ、ありがとうございました。あ、ここレストラン、食いもん。あ、ここまた喫茶か。あ、ほんまコーヒーのマークあるわ。あ、ここが何屋さん、ここもレストラン、うまそうなんやめて。ここ何、ここもレストラン、バラと。うん、レストランも、もう食い物屋さん、腹減るからやめえ。絶対食い物屋さん、絶対食い物屋さんだね。お土産屋さんじゃねこれ。あ、お惣菜ってこれか。よっしゃ、よいしょ。あ、そういうことね、ここでサンドウェッジが作れるのね。あ、こっちか、お惣菜。まあお惣菜かが、フレッシュエッグ、ポテトサラダ、焼き醤油、ハイソース。ブティック寄りたいな。ここもレストランじゃ。うん、これはゲロモンじゃ。ブティック行方不明。お願い。俺のブティックをくれ。あれか？いや、違うな。ケンタムスじゃん。なんかトレーニング施設じゃん。はやねえじゃん。なんじゃん。どこブティ？だからレストランじゃん。充実しすぎかよ、食。だからここもじゃん。えぐいじゃん。何やっこ、えぐいじゃん。どこ行ったの？俺のブティックは？ブティック楽しみにここまで来たんだよ。お腹すかして。そんな中さ、レストランに目もくれずやってるのに、どうすんの、入れへんし。ここ、喫茶やし。なぎさやし。え？待って、もう集合しちゃった？あ、え、待って、誰？下っ端へ。君もスター団に入ればお星様のように輝けるのよ。本当なんなの君さん、仲間と眩しい選手を送りたくないの。別にこちとら勧誘ならばあるんだから、さっさとスター団に入りなさいよ、ただのクソ野郎や困ったな、しゃあない。えい、ちょっとお三方すいません。ん？スターダに何かよ。入団希望なら後でね、今お話し中なのでね。私ら泣く子も笑うスターダ。泣く子も笑うんだ。あー、じゃあ良さそうに聞こえて最低。いや、知らん。もう何なのよ、君まで。せっかくスターダに入ったのに、こんな扱い底辺じゃん。その動き底辺ダンスや。舐められっぱなしだとダンの面目が丸つぶれ、勝負する気はなくない？そりゃそうね、あんたは最初のメガネを見張ってて、生意気な新川ちゃんは私がお星様にさせちゃうから。おー、やるんかい、ダブルバトル。おい拒否権よあれおい拒否権よあれ。いや、見守っとけばよかったか。矢野行ってこい。BGM かっちょいいから。デレ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 ハトムネ、デレ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 ハトムネ、睨まない。はい、倒していく。まずはそのクソダサいヘルメットからやり直せ。私がお星様になっちゃった。どのすこなんなのこの新顔ちゃん、マジ強いんだけど。
後輩がやられた。こうなったら先輩である俺が相手をするしかないのか。ちょっとちょっと何やってんの先輩。げ、生徒会中。めんどくさいやつに見つかっちまって。もうダメだよ一人。ポケモン勝負するなら私と、何この可愛い先輩。やめて。スターダンが勘違いしちゃった。本当だ、よく見たらスターダン。また強引な勧誘してる。あ、はい、どうも。なるほどね、本来なら生徒会長としてこの騒ぎを収めるべきなんだろうけど、せっかくだから一人が超マル秘アイテムで解決しちゃえ。何？あ、やば、テラスタルオール。テラスタルオール Repeat after me. テラスタルオール No テラスタル。結晶の力を秘めているオーブ、エネルギーがチャージされているとポケモンをテラスタルさせる。すげえ。テラスタルオーブを持っていると戦闘中にポケモンをテラスタルできる。一人のエアコマはノーマルタイプにテラスタルしそう。これもらうのって本当は専用の授業を受けないと。私が推薦しといた。ずるあれ、この流れはテラスタルのお試しにされる感じですか。嫌なら私と勝負だよ。新顔の方ならまだ勝つチャンスはある。え、勝負開始。だから拒否権よ、あれ。拒否権を拒否しないからさせて拒否。おい、その首の角度、生意気レベル100。おう、ヤングースでやんす。あ、しばらく使えない。うまく使って勝利をつかみたらポケモンセーターで回復するとまたできる。へえ、5回に1回くらいかな。テラスタル続くノーマルテラスタルになるな。オーマイガー、テラスタル。ノーマルテラスタルややコマの使うバージョン続く。なんでやねん、全然機械な。そりゃタイプ違うからや。電光石火でどうやろう。強すぎ、ワロタ。お、15レベルになった。キラキラキラ。はい、スター団から何の躊躇もなくぶん取れる。なんならもっとくれ。さすが一人、テラスタルもいい感じ。同じタイプの技はさらに強くなる。また全然違うタイプにテラスタルするポケモンもいるから戦力の幅がうんと広がる。しばらく使えないからポケモンシンダーでチャージしてね。僕はこれでお疲れ様でした。だせスター団はいわゆるやんちゃな生徒の集まりなんだ。でもなんか現実よりはなんか良くない？楽しそうや、スターだって死ぬほどバカにしてるけどさ。出席率も低いし集団で暴走してるし先生たちも頭を抱えてるみたい。でもグレ方が可愛すぎんか、スターだんっていう頭ピンクシャワーやろ。あの、ありがとうございます。先に行くんで。あのイーブイのやつどこで買ったかだけ聞きたいな。一人偉い、人助けしてたんだね。あんま見ない顔、あの子も転入生かな。イーブイのバッグもふむふ、思った。地獄の階段頑張って登ろう。よし、オレアブティック探そう。オレアブティック探すんだぜ。本当にどこ、ここ入れないんだね。本当にブティックどこ、え、ここ行けちゃうの、いけちゃうん、ここ。いや、あかんくね。え、おお、なんだ、見えない壁、新種のポケモンだ。ああああ、すげえ、ここの住民すごいぞ。遠くから見たらみんなカクカクに動く、なんか洗脳を受けてる。近づいたらちゃんと滑らかに動くっていう。何その気色悪い 風習。しかも俺目線やからな。ほんまにブティックどこ行ったん。え、撤去されちゃった。俺ブティック見に来たのに。え、撤去されるようなことはあんの。どうしてくれんの俺。ここ出ていくで。学園ほっぽり出して。ブティックが好きで来たの。そういう人もいんねんで。ちゃんといろんな人の需要を満たしてくれ。あ、出られへん。
めっちゃめんどくさい構造してんの。自販機でなんか買えへん。買えるんや。水。こういう時は小遣いで買うやん。基準がわからへん。ちょっとこれ早送りでマラソンするか。ただの健康な人みたいになる。あ、ここか。入れへんのかい。あっこも入れなかったしな。絶対入れへんよ。銀行、ちゃんとした銀行ある。設備ないそうやけど。お前スターダンじゃなかったもんね。絶対ないですね。失礼しました。恥ずかしい。え、ブティックないやん。これお惣菜屋さんやろ。おい、俺のブティックが返してくれ。なにこれ。え、ここデリバリーポーチ。あーあー、ない感じ。ポイントで基準がわからへん。ボール、雑貨、道具、ボール欲しい。ヒルバー高っ。18個にしとくわ。やばい、先輩からもらったポイントもう使いました。ありがとうございました先輩。ネモ先輩ありがとうございました。もう使いました。え、どこブティック。俺のブティック、俺のブティックマジ消えてんねんけど、どういうことだ。まだアイス、その説明をくれ。アイスに関しては絶対飯や。ここも飯や。どんだけ飯食うんここの人。いや、そりゃ食うかもしれんけどさ。ブティックは、おい、俺のブティックは、あたブティックだ。見せて。あ、もうそういう感じ。お、わお、これはない方がいいね。てか全然ブティック売ってないね。どういうこと。ブティック全然売ってないな。どういうこと。なんで。もっと沖縄入れよ。服ないの。おい、ブティックめちゃめちゃ探し回って見つけた末のブティック。おい、終わりか。靴下、え、別なん。靴下は別なのか。驚き桃の木。想像通り買っとこう。小遣いで買うわ。あー、入っちゃった、入っちゃった、入っちゃった。許す。あ、メガネこっち。まとめてくれ。え、なに、え、もう、え、え、え、中入ってない。ほら。え、バグやん。めちゃめちゃバグやん。え、普通のバグやったやん。何今の。え、何今の。なんか中入れるやつ。ほら、え、何今の中入れるやつ。エグやん。で、お前は帽子ね。びっくりした、やってないんかと思ったやん。怖がらせんなよ。スポーツキャッピー、ビーニー。あー、キャスケット出た。キャスケット別にそんな好きじゃない。え、タイプあんの。ゴースティーン。あれはゴースト取ってからしよう。ゴーストを捕まえた暁にはあれをかぶろう。反対側で品変わってないの。ヘアサロン。カミ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 、髪変えたいんでごます。え、でもあの最初に選んだやつ以外あんのかな。で、まあ払おう。なくね。ねえ、うわ、アシンメトリー。うわ、なんかありそう。てか衣装、衣装ってないの。あ、でも髪型増えてなくね。増えてるこれ。あ、でも増えてるわ。こんなんなかった。
絶対にこんなギャルギャルない、ないない。え、なにこれ、え、なんでこんな可愛いの増えてんの。ちょっと待って、可愛いの増えてますびっくりしました。可愛いの増えてます。ビビった、今見て。え、待って、今のやばくない、これ。え、これの可愛さ異常なん、どういうこと。これにしよう。えぐ可愛いし、なんで髪伸びてんのえぐー、帽子かぶれへんって言われた。マリーと同じ感じか。カチューシャならギリいらんかそうやね、いらんな。あ、ここリュックよ。真ん中にあるから言えよ。俺周りから攻めたのに無駄じゃん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 。キャンバスリュック、ベージュは持ってる。丸な、丸よりあの四角のこれこれこれ、こっちの方がいい。全然かっちょいいよ。フラペティーン、あれはただのフラペティーン。これは入れへんやつ。ここコーフィショー、ここもコーフィショー。で、これ入れへんやつ。あ、でもかわいいな。はい、ということで、あ、すげえ、あ、これいいやん、ほら。はい、ということで。これでいい、これでいい。ここまでのご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、チャンネル登録、グッドボタン。なんて言った、今。チャンネル登録、グッドボタン、高評価、よろしくお願いします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。